クラカケアザラシはアザラシかゴマフアザラシ属に属する海生哺乳類。首、腰、足回りに特徴的な帯状の模様を持つ。オホーツク海とベイリング海を中心に生息する。日本ではオホーツク海沿岸、根室海峡を中心に見られるが、北海道の太平洋岸でも稀に保護される。全個体数は24万頭で10万頭が。 ベーリング海に14万頭がオホーツク海に生息する。成獣は170センチメートル70から130キログラム。成獣オスには暗カ試色から黒色の地に首、前肢、腰を取り巻く白い帯があり、これがバグの蔵をかけたように見えるので、蔵掛けアザラシの名前がついた。なおメスや成熟前のオスではこの帯は不鮮明である。 他のゴマフアザラシ属のアザラシに比べず骸骨の幅が広く噴部が短い。新生児は白色の産毛に包まれて生まれてくる。生成熟年齢はメスで2から4歳、オスで3から5歳。繁殖については不明な点も多いが一夫多妻型と推定されている。4月上旬に流氷上で純白の産毛を持った一子を産み産から4週間授乳する。 寿命は約20年であるが、31歳のメスが双子を妊娠していたケースの報告もある。アラスカベーリング海の倉掛けアザラシ流氷機には、大陸方外縁付近の流氷屋で過ごし流氷の移動とともに移動する。また単独性が強く、大抵1から2頭で行動しており、ゴマフアザラシのように同じ氷の上に10から20頭が一緒に乗っているようなことはない。 評判の中央で休息すること、睡眠と覚醒の間隔が短いことが分かっており、他のアザラシより警戒心がとぼしいと言われている。日本で見られるのは、冬季の北海道東部の沿岸で、流氷上で出産と海外を終えた後は、オホーツク海の中心部で海遊生活を行っていると考えられている。遊泳性魚類、イカオキアミなど、ゴマフアザラシと同様、 旧ソ連が狩猟をしていたが、後に捕獲を制限した。現在では20世紀初頭の個体数にまで回復したとされている。日本でもかつて年1頭ほど捕獲していたが、毛皮の商品価値が下落し、捕獲は行われていない。日本ではアクアマリン福島での飼育が知られる。ありがとうございます。